皆さんこんにちは。声優目指している友達がいて、その影響なのか、そのうちゆっくりボイスじゃなくて、普通に実況しながらの、動画を作ろうかと迷っているヨッシーです。幻想水湖伝の結構適当なゆっくり実況を、していきます。よろしくお願いします。結構適当とか言うなよ。事実だけど、そのうち実況を、しようか迷い中ってことは、それつまり俺らの仕事なくなるってことだよね。俺らクビやん。この先の人生真っ暗じゃない。クビなる前に新しいバイトを見つけないとね。ってことで、今回は、モアナが言ってた仕事紹介の話をまず聞こうよ。ちゃんと報酬も出るって言ってたしね。自分の縁を結べないのに、何を偉そうに言ってるんだ。お礼が届いてるよ。見てってね。あ、でも結構可愛い声してるよね。モアナ。お疲れさん。お礼の品はこちら。これ、相場がわからないじゃん。500ポッチって多いのか、少ないのか。やったね。お疲れさん。お礼の品はこちら。お、ボーンアクスって武器っぽいね。早速装備しようよ。じゃあね。ジェイルが装備できるようだ。めっちゃごっついやん。あ、そういえば、ホツバさんも戦闘メンバーに入っていたけど、どういう武器使ってるんだろ。ってお前も、ボーンアクスなんかい。ごついのが二人もいるね。ここには本があるね。図書館的なポジションかしら。ここは作戦会議室。戦略とかを練るところですな。というか、絨毯すごい大きいね。ペルシャ絨毯かな。屋上ボロボロじゃん。とりあえず次の町に向かいます。Thank you.
着です。
女一人、まさか一緒に寝るん？やばくないですかこれ？というわけで、今回はここで終了です。見ていただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。